はい、どうもこんにちは、ななゆです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材はこのルートの二次式の和ですね。これの最小値を求めようという問題で、ノーヒントでやってもらいたいと思います。大革命ちょっと伏せておきますが、難解題ですね。はい、微分法を使ってやると大変なことになりそうですね。もちろんできるんでしょうけど、この二次式のルートの和は別の方法で、幾何的に考えて解くことができます。それをヒントにね、やってみてください。もうちょっとヒントを言うと、これは平方完成ができます。これ、ルート x プラス1の2乗足す、3の2乗で、こっちはルートx マイナス5の2乗足す、1の2乗という形に変形ができるっていうと、結構ヒントが出せたかなと思いますし、さらにヒントを言うと、ヒントは距離ですね。距離の最小値と考えると、これ大ヒントですね。それじゃあ、考えてもらいたい人は止めていただいて考えていただければいいかなと思います。どうやって考えるかっていうと、x 軸を引きますよね。こんな感じで x 軸を引いたとします。で、どことどこの距離を考えるかっていうと、マイナス1、3っていう点です。と2点考えるんですけど、5-1 っていう点ですね。で、x 軸上の点は、x0 という点を考えて、この距離の和が、この値になってるんですよ。実際に例えば前半ですね、こっち側の式が何を表してるかっていうと、ここの距離です。この直線の距離ですね。 x プラス1の2乗プラス3の2乗で、こっち側の距離がこことここの距離です。とすると、この、緑 と、オレンジの和の距離の最小値っていうのは、対称移動をして行って、こっち側ですよね、5-1という点と1-1、3のこれを直線で結んだ最短距離ですね。ここですよね、求める x はここ、対称点とってっていうふうに、x を求めるわけです。だから1次関数で、傾きが、-3/2で、-1、3を通るっていう直線の方程式を立てて、でそれが x 軸と交わる点ということで、x=2/7 というふうに出てきます。でこっちが a として、こっちを b とすると、b' を取って、その b' は対称点ですね。で ab の距離は ab' と距離が同じになるので、最小値の値は、AB の値というのは、AB' の距離と同等で、黒子は6の2乗足す4の2乗ですね。で、4出してしまえば4、2ルート、36を4で割って9で、16を4で割って4ですから、2ルート13ということになります。これが最小値ですね。最小値を与える x の値は、先ほど申し上げた通り y イコール傾きがマイナス3分の2ですね。マイナス3分の2で、点-1、3を取るっていうふうに考えれば、こういうふうになりますよね。ですよね。で、これが0になる点ですから、3分の2 x+1 +3=0
イコール3となって 2x 足す2が9、つまり 2x イコール7で x イコール2分の7というのが出てきます。これが、この値ですね。ここは2分の7ということです。まあ、これでその最小値を与える x の値も、分かるというわけです。いかがですかね。まあうまくできてるなっていう気がしますけど、まあこれもね、知ってるかどうかで結構決まってしまうかなと思いますね。過去にこれ一箇所だけではなくて何箇所でも出てるんですよ。でこのタグの問題をもちろんその距離で求めさせる問題、最短距離を求めさせる問題をこのルート使って解くとどうなるかっていうのはもちろん古くから考えられているものなんですね。だからそれこそ多分戦前の前から、帝国大学の時代の頃からこういう問題っていうのは絶対にあるはずなんですね。でまあ最近ではあんまり見ないですけど、でも多分全国の大学を調べれば、たまに出てるはずです。というわけで、まあ有名問題に入るかもしれないですね、この類の問題はね。距離に帰着させても、求める、最小値を求めるという問題で、まあ微分を使って計算してももちろんできますけど、結構計算が大変になるので。当然普通にこちらの方がいいというわけです。まあぜひね、微分で計算してみる方法もやってみてください。はい、今回の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。